ベーースボール is the best どうも MSM ですこのチャンネルでは皆さんのお気に入りの選手をコメント欄にて募集していますのでどんどん残していってくださいそれではどうぞタテスジュニアが球審の判定に不服な態度を取ったことでベンチ内でマチャドとタティスジュニアが激しい口論になったこの一件それぞれのフラストレーションが溜まった中で起きたことではありますがマチャドがなぜ起こったのか その後、タティストどうなっているのか、真相を本人たちのインタビューから明かしたいと思います。この討論が起きた理由の一つとして、9月10日からドジャースに3連敗、ジャイアンツに2連敗と、大事な時期に連敗したことで、ワイルドカード獲得がほぼ絶望的になったチーム状況もありました。マチャドは個人で受けたインタビューでこの一件に対し、勝つためには彼がチームにいないといけない。彼は過去に多くの試合で活躍し、 僕たちが彼を必要としていることを伝えた。私はいつも彼に去年と同じように最高の選手になるための努力をするように言っていて、彼は最高の選手になるために必要なことを知っているし、それをできると思う、と話していて、タティスがチームにもたらす影響と、タティスへの期待の表れだったことを話していました。続けて、俺たちがうまくいっている時にはこんなことは起きないよ、と話し、二人で受けたインタビューでは、俺たちがこのチームのリーダーであること、 そのプレッシャーを受け止め、努力できているのか。勝たなければならないというプレッシャーの中で、様々な感情が渦巻いている。隣には MVP を獲得しようとしているフェルナンドがいる。私たちにはチームを勝たせるというもっと大きな問題があって、こんな大したことではないことを心配するよりも、今はもっとどうしたら勝てるのか、ということを心配しないといけない、と話していました。また、タティストの関係性については、 弟のような存在だし、いつも一緒にいて、どんな問題にも一緒に乗り越える。彼は突き進んでいくし、俺たちも一緒。チームとしてもこれから良くなっていくよ、と話し。それを聞いたタティスは、結果がついていないときはこういうことも起きるし、この出来事が起きて嬉しく思う。もっと強くなった気がした、と、マチャドの行動に感謝の様子でした。最後に、マチャドはファンにああいう姿を見せて申し訳ない。俺たちは勝つことだけを考えて、 残りの試合全試合を勝ちに行くよと話していましたタティスとマチャドの関係はさらに深まったということは確実に分かりました明日はコメント欄で要望のあったアクーニャジュニアについての動画をアップしますそれではまたそれにしてもマチャドの兄貴ってこんなに熱い男だったんだ